こちら可愛いものです。ですね、今回はですね、道場を立ち上げるに、至ってですよ、まあ、重要なことというものはどういったものか、それからですね、指導者としてはどういったことを注意しなければいけないかということをですね、ちょっといろいろと語っていきたいと思います。ですね、まあ、基本的にですね、本当にこれ私、宗家から本当に昔からずっともうトントンとね、いろいろとこう言われてきたことなんですけども、やはりね、重要なことは本当に武道が好きかどうかってことですよね。根本はそこですよね。武道が嫌いだったりだとか、もしくはビジネスのツールとしてね考えてた場合は、やはり続かないです。はっきり言ってね、もうやめてしまうと思います、そういった場合は。でも本当に好きだった場合は、どんなことをやってでも続けますし、続きます。実際問題、本当にそれは重要だと思います。ですからこれからその道場を立ち上げる方、本当に自分が武道が好きかどうか、ね、空手でもいいです、空手が好きかどうか、そこをですね、もう一度考えていただきたいと思います。でそういったことがありますよね。そしてやはり大事なことは、もちろんね、このようなジムというか、そういった場所を構えるということもありますし、もしくはね、公民館だとか体育館だとかね、そういったところを借りるという方法もありますけれども、まあ、どちらにせよね、使用料だとか賃貸料だとかっていうのがかかるわけじゃないですか。でそれに対してですよ、本の結社というものを取るわけですけども、生徒さんからね、まあ、入会になったりとかいろいろありますけども、実際問題ね、果たしてそれで、見張っていくのかどうか。でまあ簡単に言いますよ、簡単に言いますと、儲かるのかどうかっていう話ですよね。これね、私宗家からも何回も聞いてるんですけども、もう宗家もう20代からね始めてますから、そうするともう50年以上ですか、50年以上の指導歴があるわけですけども、お前はね、本当に続けるのかどうかっていうのは別にいいし、それはね、お前の意思でそれはもうやってもらえばいいし、ね、やめたければやめればいい、ね、でただ一つ言っとくのは、空手はね、食えねえぜって言われたんですよ。空手は食えないよって。で時にはね、そのご飯と漬物だって普通にあるよ、そんなことがあって、もしくはそれ以下だったとかね、そういったこともあったよっていう話をされたんですけども、空手で食ってくって、空手で食ってくとか、まあ、護身術もありますけども、ね、まあ、武道の話ですから、空手で食ってくとかいう話になった時に、空手で儲けるという考え方はまずしない方がいいと思います。絶対問題、そういう不埒な考えだと絶対続きません。それからね、皆さん多分勘違いしてると思うんですけども、まあ、私もね、よくいろんな方から言われるんですけども、儲かってるだろうとかね、もう館長儲かってるでしょうとかいろいろ言われるんですけども、はっきり言いますと儲からない。もう儲けようと思ったら自分で事業を起こすか、普通のね、もしくはサラリーマンの方と同じようなどっかの仕事に勤務した方がいいです。まだそちらの方がお金のね、収入はいいと思います、実際問題。ですからこの実際問題ね、これ空手で食ってく儲けるっていう、もうそういうような考え方じゃなくて、とにかく自分とね、その武道っていうのは密接な関係があってね、もう自分の生活の一部だという認識があって、それで続けていくという考えじゃないと絶対に続かないです。これね、結構その道場経営者の方とか、多分そういうところに陥る方とか多分見えるかもしれないですけども、であるならば、やはりその、まあ、副業を持ってね、副業を持ってで、まあ、サブで、道場を教えるということも、もちろんそれはありえますし、そちらの方が むしろ楽かもしれないですね。そういった形 でやはりそのまあ、宗家なんかは空手一本でもうその食べていくという形でやってましたし、まあ、私はまあ護身術ですね、まあ、やってますけども、なかなかね、その武道だけで食べるというのは難しいです。現実問題、ね、それもその昔のね、全盛期ありましたけどもね、昔空手キットとかって、まあ、ベストキットですか、ベストキットってありましたけども、ああいう時代だったりとかね、もしくは K-1 だとかね、格闘技がね、本当に流行った時期っていうのは、それは良かったのかもしれないですけど、実際問題ね、じゃあ今どうかって、現代どうかっていうと、その格闘技自体はどちらかというと下火なんですよ、実際問題、ね、ですから、そう考えた時に、果たしてこれで食っていくっていうのはどうなのかっていうことになってきます。ですからそういった考えではなくて、とにかくその今やっているその武道、空手でもどんなものでもいいです、日本拳法でも少林寺でもね、
テコンドーでも何でもいいんですけども、ね、そういった武道を続けてるということであれば、お金を儲けるという感覚はやめた方がいいと思います。ですから本当にね、強い意志がないとこういった武道というのは続けられません。ね、形だけで入ってもダメです。いいですね、そういうことです。はい、そしてですね、まあ、あとはね、指導者としてどういったことが重要かということですよね。これ本当にね、指導者っていうのは難しくて、やっぱりね、根本的にね、一つ言うのはもういろんな方からいろんな意見があったりとか、まあ、文句という言い方はあれですけども、まあ、意見が、ね、あるんですよ。でそれを柔軟に対応していくという能力がないとダメだと思います。全てにおいて否定から入ると絶対ダメなんですよね。そうすると本当にワンマン社長になっちゃいますから、やっぱり人から聞いた意見をある程度取り入れるっていうのも重要ですし、やはりその柔軟な考え方っていうのを持つというのは非常に重要だと思います。でやっぱりね、道場の中の生徒というのはね、千差万別ですから非常に難しいですよね。例えばね、1から10までやって 10までできる子がいるとしても、1ぐらいしかできない子っているわけじゃないですか。そうするともういろいろな子供たちがいたり、もしくは大人でもそうですよね、一般でもできる人とできない人がいるわけじゃないですか。でそれを均等に見て、じゃあお前はできないからダメなんだとかじゃなくて、そういった、まあ、子供さんでも大人でもいいですけども、そういったできない人たちをしっかりと教えるっていうのも重要ですよね。だからまんべんなく教えれるかで、エコひいきをしないね、例えばできるからこの子はできるからこの子はいいんだ、これできないやつはもういいんだっていう考えはもう絶対ダメなので、ご法度なので、指導者はね、ダメな子ほどしっかりやってあげると、教えてあげるということも重要だと思います、ね、ですからその指導者になるということ、師範になるということね、は本当に大変なことですよね。実際問題ね、どれぐらいその忍耐があって寛容性があるかっていうのも重要ですよね。やっぱりね、その全てこれはダメなんだって切り捨てていくようなやり方では絶対続かないと思います、ということですよね。まあそしてやっぱりね、重要なのはその指導しているその、まあ、道場の中でですよ、やはりその、厳しいね、厳しい空気というか、その張り詰めた空気だけがあるっていうのはあまり良くないと思うんですよ。ですからその和やかな、ね、雰囲気っていうのをやっぱり持っていくのは重要だと思いますし、でもちろんね、うちのこの推進流では、ね、和やかな雰囲気でいつもやってますから、終始もう本当にもうきれっとこう固まったような張り詰めたような感じでは良くないと思います。もちろんそういった部分も大事ですけども、やはりそれだと今度ね、続かなくなってしまうということになります。ですからもちろん締めるとか締めますけども、しっかりでもそのある程度のね、その、まあ、フランクさって言ったらあれですけども、ちょっとしたこう脱力する力を抜く部分というか、そういったものも作った方がいいと思います、ね、ですからその指導者っていうのはそういったところも見なきゃいけないですし、ただ単にその、空手を教えて技術を教えればいいのかっていうとそうでもないんですよね。そこがまた難しいですよね。でもちろんそこにその競技の、ね、大会だとかいろいろ入ってくるわけですから、その競技は競技でもちろんそれはしっかり突き詰めてなきゃいけないですけども、でもそれだけだとまたダメですしね。空手に関して言っても、空手っていうのはいろいろな側面があるわけですもんね。そのもちろん競技的な側面はもちろんありますけども、やはりその体力をつけて健康面で向上させるってことは重要ですし、ね、でそれだけではなくて、やはりその精神面ね、それから道徳性ね、どれだけ強くしてもその子供がですよ、将来大きくなって何か悪いことしてですよ、犯罪者になったらとんでもないことですよね。だからそういった面で青少年育成ということを行うのは本当に非常にその指導武道をね、指導する面において重要なウェイトを占めていると思います。ここまで言うとですね、まあ護身術と武道の違いっていうのも多分皆さん大体おのずと分かってきて見えると思います。それだけね、そのやはり違うんですよ。次元が違うというのは、護身術がいいってわけでもないし、武道が特段いいってわけでもない、わかります。どちらが上ってわけでもないんですよ、ね、そういうことです。ですから全く違うところにあるということを理解していただきたいと思います。はい、では今回はこれだけにしておきましょう。ではまた次回お会いしましょう。はい、ありがとうございました。